代表的な塩湖、四海四海の水面に浮かぶ一古代の塩湖の跡である、ボンネビルソルトフラッツ塩湖、または塩水湖とは、塩水を称える湖のこと。淡水を称える湖である淡水湖とタイになる。陸に閉ざされた湖の塩分や、その他塩類の濃度が、通常の淡水湖よりも高くなった湖を言う。1L の湖水あたりの塩類の総用濃度が3000。 ミリグラムが塩湖と定義される基準となっており、競技では塩類の中でも塩化ナトリウムが主であるものを指す。塩湖には海水より塩分濃度がはるかに濃い湖もある。講義では河川と海水の流入によって水質に塩分を含むようになった気水湖を含めて岩湖という名称を用いている。塩湖は塩類の濃度によって一価のように分類される。内陸湖が 塩湖になるのは塩分やミネラルをわずかに含んだ炭水が河川から流入するがその出口がなく水分は活発に蒸発するが溶け込んだ塩分はどこへも出ていけないために水中の塩分濃度が濃くなることによる。いわば海水がなぜ塩辛いいのかと同じ理由である。蒸発が活発であることが形成条件の一つであるため乾燥、半乾燥地帯での分布が多い。 流入する、水の量が蒸発する、水の量より少ない場合、最終的に塩湖は消滅し、塩性湿地や湖の後の窪地に塩などの塩類堆積物が集まった塩類平原となる。逆に、流入する、水の量が蒸発する水より多い場合は、やがて水は溢れ出し河川を形成し、いずれ淡水湖となる。外海が、地殻変動により、内陸湖となった場合も、 塩湖となるが、流入する水と蒸発する水の量の多少によって消滅するか、塩湖の状態を維持するか、淡水湖となるかのどれかとなる。ヒリアー湖の上空からの長め魚類が生息して、沿岸住民により漁業の対象とされている塩湖以外に、死海やモノコのように魚類が生きられないほど塩分濃度が高い塩湖や塩性湿地もある。これらの水中や沿岸には、 高い塩分濃度に適応した塩ナス植物など、得意な植物症や動物症、藻類、細菌が見られる。例えば、オーストラリア大陸南西沖のミドル島にあるヒリアー湖は海水の約10倍という塩分濃度で生息できる極限環境微生物が原因と見られるピンク色の湖水が観光客に人気となっている。同様の原因でピンク色になっている湖には、 オーストラリア西部のハットラグーン、セネガルのラックローズなどがある。プランクトンによりピンク色になっている湖には、メキシコのピンクラグーンやボリビアのラグナコロラダがある。ジブチの塩湖、アッサル湖近くをイくラクダのキャラバンの隊列。湖で採れる塩は古代から貴重な資源であり、エチオピアなどに運ばれた塩湖や塩類平原は、天然の塩田として湖塩が古来採取され、 海から遠い内陸部に食塩を供給してきた。現代では、電池の材料であるリチウムが、南米のアタカマ塩湖やウユニ塩湖などで生産されている。世界の大きな塩湖は、カスピ海、バルハシ湖、グレートソルト湖が挙げられる。世界一標高の高い塩湖はナムツオで、世界一低い場所にある塩湖は、シカイである。カスピ海の北の低地にあるバスクンチャク湖は、 発生期以降塩の産出で栄え、シルクロードを通じ東西へ輸出された。今日でも塩化ナトリウムの割合が九九十点八パーセントという高い純度を誇るバスクン着の塩は、ロシアの塩の産出の八十パーセントを占め、年間百五十万トンから五百万トンが採掘されている。中華人民共和国の山西省雲城支援国に、ある海州の塩池は、キーボこそ、 上記の縁子とは比較にならないほど小さいが、古来の世が乱れた際に各政権が争奪した用地として知られている。ありがとうございます。